私の策メンバー集めは簡単さ、すくすくすむんで募集しよう、すくすくすむんで見つけましょう、子育て仲間の輪を作ろう、すくすくすむん親友作ろう。県内の子育てサークル情報がここに出るよ。アクセスしてみてね。仲間を募集したいサークルさんはこちら、インターネットから応募してね。それでは番組スタート。テレビ公開収録。今日やってきたのは愛荘町子育て支援センター愛っ子。文化ホールや図書館が近くにあって、駐車場もとっても広々。こんにちは。楽しい遊具がいっぱい、思いっきり遊びます。愛荘町子育て支援センター愛っ子、楽しいよ。集まれ親友。お出かけパンダ先生。子供の似顔絵添削するよ。パンダポーよ。パッ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 パンダ先生、お絵かき上手を探します。パッパッパン。お、この絵はデフォルメがなかなか可愛いな。スルメを絵を食べたらこんだけ下顎が発達するんかもしれへんな。お絵かきの歌さ、親心あってもね、心があるとは限らないよ。おお、元気でワイルドな絵やな。絵のタッチがちょっと昭和やな。プリ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 パンダ先生、プリ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 パンダ先生、プリ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 。ん？ファンタジーなぁ。名前はアゲハちゃんやけど、飛んでるのはモンキチョウやな。ワイクレパスの後ろはなぜ余るのに、駆動はすぐなくなる。お、優しい僕と元気なお姉ちゃん、二人の個性がよう欠けとるなぁ。パンダフォー。旦那に絵を見せたら、パヤパヤ上手だねって子供を褒めた。パヤそれ打ち書いて。おお、おませさんぶりがようかけとるよ。ほっぺポーズ。お絵かきパンダ先生、いつかカラーになりたい。面白い絵描いてもたな。なんか拷問すぎて花でもいけれそうやな。お絵かきパンダ先生、またね。あなたの町の親友スポットにも私たちが行きます。お子ちゃまと一緒に集まれ親友。和山から来たけん、アミンク2年目。今日は地域子育て支援センターに遊びに来ました。トラトラ、イクメンのトラ。イクメンのトラの指令を受け、イクメンをイリュージョンさせるマジシャンを見つけ出し、安堵した二人であった。ほんま良かったですね。マジだね、長い見つけましたもんね。ねえ、あートラトラ。何浮かれとんねんや。そう、イクメンのトラさん、あの、聞いてくれました。僕らマジシャン見つけました。うん、やりましたよ。マジシャン見つけたらそれで終わりか。え、あんたらの責任感はそんなもんか。うん、そう、いやいやいや、やりましたよね。
二人がまず率先してイクメンがイリュージョンできるか、はい、子供たちや奥さんを喜ばせるかどうか試さなあかんのんとちゃうか。趣旨変わってます。そんなこと急に言われても困りますよ。いや、無理なんだ言われてますね。いやね、どうしましょ う, そ う, そ う, そう。まあ相談ね、子供らさんに相談しましょうか。このまだ巻き込まれパターンですよね。ねえ、多分次店の中おりますよ。行きましょうか。というわけでまたイクメンの虎さんから指令が。子供らさん、いや子供ら師匠、僕たちにイリュージョンを仕込んでください。お願いします。お願いします。わかりました。ではまずはこれからあ、それはおおおお、あああれや、あいつはおやおお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 、え、うそ、バルーンアートから始めましょう。おお、イクメンイリュージョン、テクニックナンバーワン、バルーンアート。風船を自由自在に操ってファンシーなアートを生み出すイリュージョンだ。よろしくお願いします。滋賀のイクメンのみんな、待ってください。このバルーンアート、ものにするぜ。家庭を守るためなんて言い訳なのさ。いつだって挑戦は俺たちの目の前。その気になればまた、あら不思議ってのひらに。子供さん、イクメンのトラさん、できました。イクメンのみんなを輝かせることができそうです。パパ大好き、いっぱい遊んでくれ。テレビで大好きを宣言しよう。出てくれる子大募集。最後はカイツプリンの新曲カリカリプリン。